カスガミコごろ、スイコ天皇23年は、古墳時代終末期から、飛鳥時代にかけての皇族。美達天皇とその日、カスガ老女子の第二王子、南波バミの同母帝、桑田王女、大ーパミの同母兄、陽明天皇2年、初セベの王子、タ田タミ馬屋と王子、南波バミらの諸王子と共に、モノノベモリ東滅軍に参加している。 この軍には老女子の父、春日信中君と推定される。春日信が参加しているところから、母方の血縁者の協力を得ていることがわかる。春日信は大和国添上軍春日座とを根拠地とした、氏族で和西氏の本州家であり、金明天皇の頃に、本拠地を和西から春日に移し、改正したものとされている。春日氏は、代々後期を排出しており、 老女子の他に代々、カスガ神美僧の娘ぬか子が、金明天皇の日になっており、カスガ大娘王女を生んだ、有略天皇の日の春日和二道女くんは、春日和ワニ神深めの娘、春日山田王女を生んだ、人間天皇の日のぬかくん娘は、ワニ氏出身である。一般に流布している小野氏系図では、カスガ子の子に、小野ノイ子がいたとするが、これは、 後世の借りをおかせであるとされる。ありがとうございます。